Spinner。 おはようございます。10月29日火曜日、本日のデイリーブリーフをお届けいたします。本日のエピソードでは、北朝鮮兵派遣、欧州安保に懸念、規制強化へ、米中ハイテク投資に制限、フォルクスワーゲン工場閉鎖へ、 iPhone に AI 機能がついに登場、ネットフリックス新機能モーメンツ登場についてお届けいたします。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のグローバルニュースをいち早く声でお届けします。北朝鮮兵派遣、欧州安保に懸念。北大西洋条約機構 NATO は、北朝鮮が軍隊をロシアのクルスク地域に派遣したことを確認し、これがヨーロッパとインド太平洋地域の安全保障に深刻な脅威をもたらすと警告しました。 NATO 事務総長のマーク・ルッテは、この動きをロシアの戦争の危険な拡大と述べました。アメリカ国防総省も、およそ1万人の北朝鮮兵が派遣されたことを認めています。北朝鮮はロシアに弾薬や弾道ミサイルを供給し、その見返りに技術支援を受けているとされます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮兵が10月末にも戦闘に参加する可能性があると述べています。ルッテはロシアと北朝鮮に対し、これらの行動を即時に停止するよう求めました。規制強化へ、米中ハイテク投資に制限。アメリカ財務省は10月28日、バイデン政権の大統領令に基づき、米国による中国の軍事技術関連分野への投資と技術支援を制限する新しい規則を最終決定しました。この規制は、半導体や量子コンピューティング、AI といった最先端技術への支援を対象としており、2025年1月2日から施行されます。これらの技術は、次世代の軍事やサイバーセキュリティ、監視活動において重要な役割を果たすとされています。アメリカはこれまでにも、中国を含む懸念国への輸出を制限してきましたが、今回の措置は、米国からの投資による無形の利益を阻止することを目的としています。アメリカによる中国へのベンチャー投資は近年減少しており、2022年には13億ドル、およそ1950億円と、2018年の144億ドル、およそ2兆1600億円を大きく下回りました。フォルクスワーゲン工場閉鎖へ。ドイツを拠点とする自動車メーカーフォルクスワーゲンは、ドイツ国内の少なくとも3つの工場を閉鎖し、数万人規模の人員削減を行う計画を明らかにしました。同社は中国市場での競争激化と世界的な販売減少、そして電気自動車への高額な移行コストに直面しており、これまでに2度も利益見通しを下方修正しています。工場閉鎖は87年の歴史で初となり、強力な労働組合や政治家との対立を引き起こす見通しです。労働者代表であるダニエラ・カバッロ氏は、経営陣に対し計画の撤回を要求し、ストライキの可能性を示唆しました。またエネルギーや人件費の高騰が問題視され、同社はドイツ国内工場の運営コストが他の競合企業と比べて2倍に達していると指摘しています。 iPhone に AI 機能がついに登場。 Apple は新しい AI ツール Apple Intelligence を iPhone の最新モデルに提供開始しました。この AI 機能は、通知の自動要約やメッセージ作成の補助、新しい Siri インターフェースなどが含まれ、iPhone16 シリーズと iPhone15 Pro、Pro Max で利用可能です。また今後は、テキストから画像や絵文字を生成する機能も追加予定です。Apple の CEO、ティム・クックは、この技術革新が Apple 製品に新たな時代をもたらすと強調しました。他のスマートフォンメーカー、特に Google や Samsung は、
すでに AI 機能を導入していますが、Apple は独自のアプローチでさらなる改善を進めていくとしています。Netflix 新機能モーメンツ登場。 Netflix は視聴中のお気に入りシーンを簡単に保存共有できる新機能モーメンツを iOS 向けアプリで導入しました。これにより視聴者は好きなシーンを保存してソーシャルメディアで簡単にシェア可能です。保存したシーンは My Netflix タブに追加され、後から見直すことができます。さらに他のユーザーが共有されたクリップをクリックすると、 Netflix アプリでそのシーンを直接視聴できます。 Netflix はこれまでスクリーンショットや画面録画に制限を設けていましたが、今後はこの新機能を通じて質の高いクリップを簡単に共有できるようにしています。2024年第3四半期に510万人の新規加入者を獲得しましたが、成長がやや鈍化しており、競争激化の中で新機能の導入が成長促進の鍵となると見られています。テクノロジー業界は次々と新しい機能を導入し、私たちの生活をより便利で楽しいものにしてくれます。あなたはこれからの技術進化にどう期待しますか？デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。本日の担当は澤田隆一でした。次はお昼12時に AI によるフラッシュニュースを配信します。皆様良い一日を。